お願いします。こんなとこで寝てしまった。リリスさん、おはよう。ガソリン入れるか。夢の中で皆さん東京ゲームショウにたくさん行かれてますね。私は去年お仕事で行ったけど、今年はお仕事がなくて一般で行くかどうかどうしようかなと思ってたけど、なんかすごい暑いらしいじゃないですか。で、人がすごいから今インフルとコロナがダブルで流行ってるし、めちゃくちゃ暑いからマスクもできないのかって思うと、今ちょっと人混み行くのやめとこっかなって。いうわけで東京ゲームショー一般でも行かないかなって思っております。友達がねたくさん出演とかしてるからさ、会いに行きたさはあるけど、ガソリンも入れますかね。60% 台だから。ガーベラテトラさん、フォローありがとう。ずっと喉うんってなってる、治んない。ちょっとお夕飯かぼちゃサラダを食べながら、やらせていただきます。東京ゲームショー行かれましたか皆さん。現地組楽しいけど暑いっていうコメント、ツイートばっかり見てる。よっしゃ、ちょっと仕入れしますか。あ、リリスさん大阪なんだ。そうなんだ。大阪の方でもね、ああいうのあればいいのにね。ちょっと車止めてきます。ナプカさんありがとうございます。リリスさんにありがとう。ナプカさんありがとうございます。優しい、ありがとう。よかったねリリスさん。ナプカさんありがとう。それでは ゴミ収集バイト
ちょっと待ってね。私まだすぐできない。ちょっとすぐできないな。電話するか。5分後ならいけるよ。しもしも。もしも、ボタリンですけど、あ、ボタリンさこんにちは。ん。こんにちは。ゴミ収集ね、5分後ぐらいだったらいけるかも。うん、やろうよ。今僕もね、頑張ってスケボーでレギオンに帰ってるとこだから。どこから？ゴミたくさんあるところから。ゴミたくさんあるところにで寝ちゃったの？昨日ゴミ収集してさ、クリアできずに終わって。そうなんだ。そうなかんわだいよ。そうに。だから全然大丈夫。レギオンじゃレなギくオンで待って、てる。だってさ、ゴミいっぱいあるところだったらさ、ゴミ収集の事務所の方が近くない？そっか。頭良い。でももうだいぶ大丈戻っ夫？てきちゃったそうかなんだ。も。わかった。じゃあレギオンでね。またはーい、またねー。ね。かわいい。かわいい。かわいくない？本当にかわいいんだけど。声も喋り方もかわいい、性格もかわいいし。あーやばい。なんかさ、笑い方子供みたいじゃない？ ウェウェウェって笑う？なんかさ、笑い方さ、なんか赤ちゃんみたいな笑い方しない？なんかキャッキャしてるっていうかさ、すごい可愛いんだけど、無邪気っていうかさ、超可愛いと思っています。本当に可愛い。痛いよー、痛いよー。にじのおはよう。おはよう。おはよう。大丈夫だよ。またね。大丈夫だよ。またねー。西の作業中だった。ゆうしゃくさん、フォローありがとうございます。どこだ？どこ？ここ？それはないよね。この隣かな？細っ。よいしょ。急いで戻んないと。でもトラックって強いね。ぶつかられても全然大丈夫だった。ごめん、顔でかいまさん、こんばんは。 さっきコメント先に拾ってしまって、こんばんはを言うのを忘れてしまった。今日もありがとう。今日は雨でちょっと涼しい。私ストグラを始めて100日が超えたわけだけど、ポーターさんこんばんは。ノーネームフォックスさん、ありがとう、フォローしてくれて。100日を超えたわけなんですけど、100日を超えて
黒鍵さんフォローありがとう。あのね、大きなデメリットがあったの。ノーネームフォックスさん、初見です、ありがとう、コメントしてくれて。ボタンです、あ、ボタリンですボタリンの魂のボタンです、よろしくお願いします。いや、ちょっとね、ストグラを始めたメリットはたくさんあるけど、デメリットがあるのよ。なんと体重 4.5 キロ増なんですけどストグラを始めたことにより体重 4.5 キロ増です。あのね、ジムとかね、エクササイズする時間が皆無。待って、でかい姉妹って昨日あったでかい姉妹、待って、またでかい姉妹、中の人すごい人たち、もうすぐ3000人だね。ねえ、もうすぐ3000人、ありがとう。階級上げてる？階級？階級って何の階級？ちょっと待って、私また知らない、ハマりすぎですね。そう、100日間やって体重増です。ボタリン最近そうだよ。待って、階級って何？ヒロヒーロさんフォローありがとう。え、でかい姉妹もまた超有名人なんですか？中身あと、今日教えてもらって気づいたんですけど、昨日話しかけてくれたプスカ大佐いるじゃん、あれも中身すごい人なんだよって言われて、え、誰って調べてしまったら恐ろしいことを知ってしまって、話しづらいわ今後。ヒロヒーロさんこんばんは。 Y77T67 さんフォローありがとうございます。あ、ダメだ、2回目やっちゃった、ごめん、間違えた。これ置いていこう、危ない、ついつい約束を忘れて、危ない、ちょっとこれは置いていこう。あ、そのもちもちさんがすごいのは、もちもちさんの、あ、今チョビさんだ。もちもちさんがすごいのは、あの次の日か何かのツイートで、アルルちゃんでしょ、アルルちゃんの中の人がすごい人だって知った。私はまたその人に哺乳瓶を渡してしまったと思って、知らなかった、またやってしまった。あれ、こっちから帰るの、あら。いや、あのね、出会ってもね、分かんないんだよ、その中身がすごい人、有名な人かもしれないけど、有名な人かどうかが分かんないのよ、当たり前ですけど。銀座でホステスしてるなんて、ただの一般人だから、ただの一般人だよ私。だってさ、もうツイッターのフォロワー数何十万人みたいな方たちじゃん。コウジさんこんばんは、久しぶり。やばい、ちょっとカムカムダくんと、プスカ大佐中身知ってたら喋れないレベルじゃん。私昨日話しかけてもらってさ、びっくりしちゃったよ、知らなかった、ごめん、お待たせしたました。遅れ、カムカムだ。送ったよ。送ったか。来た。おい、お前飲んだ、お前。ホタル君おはよう。おい、スケバンカー飲んだ、お前。おはよう。おはよう。君ちゃん来た？来てないぞ。嘘。おはようございます。誰かに座れてるか絶対。あ、そこに。ねえねえ、私に連絡先来たよ。誰から？そうだよね。なんか誰かに座れてる気がしてならない。ごめん、私に連絡先来た。ボケが多いし、向かい呼ぶな、俺の上で。大変パスね。あ、来たぞ。待ってさ、大変パスねってキャラじゃなかったじゃん。
いや、みんなによく突っ込まれが、そりゃそうだよ、だって3日前考えたんだもん。そうなんだ。それがおかしいんだよ。当たり前に車の上って言うな。おい、鎌田来たぞ。お前昨日俺に殴られて負けたのか、どけ、ほら。あ、そばしに来た。敗者は敗者を始めるんだよ。違う、モンローが来たっていう話。そう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 。そうよ。どうした？どうした？3人で行くの？何がそんなに面白い？ちょっと一回ちょっとつぼっちゃって、3人だけどあと1人誰かいないかな。まあいないんだったらそんなに無理やりにやんなくても。3人で行こう。午後3人で。うん。3人でも大丈夫なはずだぞ。うん、行こう行こう。もうそれぞれの車で行くのね。それぞれね、ねボタリンさんさ。うん。何？僕の車なのに。一回降りてもう一回乗れば大丈夫。あ、本当だ。うん。どうした？なんかそれぞれの車で行ったらさ、うん、効率いいらしい。え？でモンローさ、その車を持ってんの？あるよ。あ、でもさあれか。うん？誰かは運転しなきゃいけなくなるからね。うんうん。あ、ごめんチョビさん。とりあえず行こう。ゴミ行く？あ、ゴミ行く？チョビさん。ん？ゴミ収集？うん、収集。行く。なんかそれぞれの車で行こうっていうことに。ああ、了解。じゃあちょっと待っててもらって、あ、ちょっと先行っててもらっていいですか？うん、よかったよ。あ、じゃあ、あっちで待ってるわ。はい。カム行くぞ。あっちで待ってる。かわいいな、カムくん。かわいい、うん、笑い声聞いてたい。1時間半とかぐらいしかね、今はいないんだけど。そう、だから、うん、うん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 、かわいい。そうそう、ありがとうね。ありがとう、電話してくれて。またおじいちゃん遊ぼうね。おじいちゃん？うん、じゃあね。モンローさん、モンローさん、はい。後でなんかあげますんで飲み物くれません？ちょっと。あ、いいよいいよ。いや、飲み物が全然なくて。別に後でくれなくても大丈夫よ。あ、はい。あ、ちょっと近く来て、チョビさん。はい、はいはいはい。チョビさんも行くの？行く。オッケー。ありがとうございます。はい、どういたしまして。イカチー車来たぞ、イカチー車。イカチー車。スバメ、メルヨン。ごめんね。マジで可愛い。何あの笑い方。なんであんなさ、子供みたいな笑い方。すごい可愛い。可愛いわ。おー、みんな来たね。いいパスね。うん。え、どうすんだ？その車をどうすんの？普通に行こう。あ、普通に行くだけ？普通に行くのでいい？あと荷物の空き、荷物の空き大丈夫ですか？荷物の空きは大丈夫。ねえねえ、そうそう、あのさ、はいはいはい、もらえる人がさ偏ったり、誰ももらえない、あ、何ももらえない人が出たりとかってするからさ、あれは多分持ち物じゃないですか。最初にカーボンが来て50以上あるとそれだけしかもらえないみたいなパターンあったりしますよ。あ、なるほど。なんかだからね、なんかね、複数個もらえる人もいるけどね、でもゼロの人はあんまり最近いないかも。本当？ゼロの人はいない。ゼロの人は多分最初の報酬にカーボン来ちゃって可能性高いですよ。カーボン、あー、カーボンが重いからね。重いっすよ。で、今ちょっとこれは六方の方でちょっと相談中です今。うん、なんかさ、そう、それで不平等になっちゃうから、昨日からさ、うんうん、私その、はい、出たやつを4等分で全員に全種類にしてる。あ、それでもいいよ。何、うん、どういうこと？なんか、まあ、報酬が偏っちゃうのよ。
あ、このゴミ収集の？そうそう、1人が3個出たりとか、3種類出たりとかするから。まあ、とりあえず、うん、そう、インベントリー空き20くあ、インベントリーの状態を20くらいにしとけば、多分大体は受け取れるはずです。うん、そうだね。うん。まあ心配だから一応全種類4等分しない？うん、オッケー、いいよ。はーい。じゃあリーダーお願い。今開いてない僕。そう。誰リーダー？誰リーダー？あ、俺？あ、でもアコパさん大型持ってます。私持ってるよ。あ、モンドさん持ってる。じゃあ私リーダーするね。そうだね。うん、リーダーして。じゃあ招待します。ありがとう。はーい。着替えたら行きますよ。着替え完了です。僕は大丈夫です、これで。自分もこれで行こう。みんな着替えないじゃん。いいんだ、これ服は汚れるためにあるんだ。僕は作業着入んないんで。なるほど。あ、でカム君はそれで行くの？オッケー。あれだね、スーパーシャウトだよね。はい、スーパーシャウト。カム君それで行くのね。スーパーシャウトに。その、車、個人的なやつで行くと何がいいの？わかんない。車なんか、ね、あ、でもこれ今日は順番に回るんでしょ？え、普通に行っちゃおうかなと思って。うん、大丈夫？いいよ。ちょっと待ってね。うん、大丈夫だよ。まあ、さすがにあの、猪狩さん流は上級者すぎる。そうなんだ。はい、お願いします。時間ね、めちゃめちゃね、短縮できるのはいい。そうなんだ。猪狩さん流は時間短縮すごいんですけど、テクがすごいんですよ。例えばこうやってみんながゴミ集めしてるときにもゴミ袋を増殖させてるんですよ、あの人。え？あれ入れられない。なんか入れられない。あ、来た来た。大丈夫？あれ、あ、こっち来たらいける？抜けた。ほんとだ。あー。あれ、いけない。ちょっとバイク近すぎかもしんないですね、ワンちゃん。あ、バイクが近いからか。なるほど。どうしようと。見えない間にここら辺のゴミ箱を蹴っ飛ばしててなんか増殖させたりしてるんですよ、あの人。え、蹴っ飛ばすと増えるの？なんか増えるみたいですね。なんか難しいね。そうね、難しいんですよね。え、なんか、うん、昨日、うん、シュガピちゃんとか、うん、よし動かす、リリさんとか、うん、と言ったんだけど、シリリちゃんとかと、うん、それぞれ車で移動して、うん、個人個人で、うん、移動するよ。一回離れて、いいぞ。オッケーオッケー。うん、チョビさん大丈夫ですか？ちょうどかぶっちゃう。大丈夫？じゃあそれ入れてもらったらもっと前進むね。はい、乗っちゃってください。いいの？いや、もうあの前の方にあるゴミ袋拾ってます。オッケー。じゃあお願い。そしたら、あ、こっちでもいいか。うん、大丈夫だよ。動くからね。はい。あともう一個あるよね。うん、もう一個。ある。はーい、じゃあカム君にお願いしよう。はーい。はい。そしたらこの隣に行くね。うん、左の U の字だよね。左にこうぐるーっとこう。よいしょ、よいしょ。ここ多いよね。ここも多いね。ちょっと待ってね。バックしますバックします。おい、この辺でいい？おい、お願いします。私前の方行ってくる。僕じゃ奥の方から行く。はい、すごいわ、私たちのこの分業。慣れてるね。手慣れすぎ。みんなこの早朝に来る人たちはそうだよ。みんなプロすぎない？慣れすぎてる。偉い偉いよ。早いよきっと今日。いや、やっぱカーボン欲しいんで僕も結構やってるんですよ。カーボン渋くなった。またいや、カーボン重すぎて入んない。あー、なるほど。報酬めっちゃ出るないんですけど、その報酬が出た分がカーボンで、そうだよな、入るわけなくなっちゃうんですよね。なるほど。俺のでかい車に釣ってるリキッドサルファー早く剥がさないと。
しょおいしょおいしょおいしょ奥の方までおいしょおいしょ近藤さんバックですよね次このまま入ってるんですよね私ね次別のとこ行っちゃおうと思ってるあそうなんですねじゃあこのまま乗っちゃいますこのまま乗っちゃってくださいはいはい乗りパース乗りパースパスパースパスパースはーい行くよーはーい OK でーすね次はですねよいしょよいしょここだねあーで柵壊すやつかそう頑張るぞえーいおーうまいはいできたいい感じじゃないですかいい感じにできたう柵が邪魔で取れない柵邪魔になったういういういやばい間違えて地面に置いちゃった今すでに持ってるやつをちょっと整理しとかないとおいしょおいしょゴミ収集楽しいよねゴミ収集楽しいよねあーやっぱ この人たちは楽しいって言えるタイプの人たちね、うん、多分そうだよここの人たちは多分ゴミ収集やりませんかって言われたらはいやりますすぐ言うタイプの人たちだよそうだ苦手な人は苦手なタイプだなこれはなあ、ほんとあとちょっと僕誘うの遅かった僕もう山ごもりしてましたね今日、山ごもりしたことないんだよねえ、何すんの山ごもりよし、行くよあ、宝石掘り宝石集め宝石ね、金で今相当枯渇してるらしいからねそうそう、昨日も3時間くらい掘って、ああゴールドが枯渇してるの？はい今金カツカツです。そうなんだやったことないでも一番稼げるって聞いた。私は鉱山が一番好きだけど。メカニック。うん、はい。メカニックの人たちも。あ？なんだ？今ってあそこのやつねあれをやってくれる。はーい。見つけたら体が。はい。勝手に取りに行っちゃ。はい偉いよ。あ、でも門戸さんに一回モデルルーム見せてもらいたいかなうん、別にそれ、うん、その前にその前に見てから行く、うん、見てから行きますはいモデルルームうん、あ、でもモデルルームのさ、場所教えておくからさあ、はい自分の好きなタイミングで行ったら、うん、あ、そうなんですね、うん、値段とかって書いてありますうん、書いてあるよあ、じゃあそれで行きます、後でここになんかいっぱいあるこれ一回拾っていこうかな4人、はい4人1人1個でいける、はい、一番安くて1100万なのかなあーそうそう建てたい場所によるんだけど多分そう、チョビさんが建てる場所まあレギオンレギチカは多分レギチカは高い高い音とこれ運転コースよし一応大型持ってるけど、うんうん、今回門戸さん主導なんで僕はどこ行った乗った乗った乗った僕乗ってます助手席ね助手席パスオッケー思い出したようにパスがつくボディそんな子じゃなかったと思ってそんな子じゃなかったそんな子じゃなかったはいここで行きますはいここかここあんなここめっちゃあるじゃんおっとごめん大丈夫ちょっとこの辺にしとくわ危ないからあ本当だすごよく見つけたよこの場所どうしようかな今日引っ越しでもいいな、なんかそうなってくるとお、ほんとだ、結構いっぱいあるここあるでしょ奥から行きますえらいな、手前から行ってしまったわすいません一番はーい若いからねお、若さマウントか若さマウントだな若さまあまあしょうがない、カマくん、カマくんは若いっていうか幼いからかわいい子供だからねそうだね まさかの若さマウントかという返しが来ると思わなかったマッカーノさんもマッカーノさんがでも僕は女の人には年齢おばあちゃんは別だけど、うんうん、女の人には年齢聞いちゃダメって教わったから偉いぞアッコパさんとか3600歳とか言ってそう35歳ですあれちょっと待って私これ取れないかあこれ取れない人によって取れる取れないあるっぽい、うん、こいつ取れないそうその辺を猪狩さんがそのゴミ袋蹴っ飛ばして増殖させるんですよ、うん、なんか何なんそれ何
んだそれ、なんか。なんか他の人の視点では、あ、視界にはあるゴミ箱みたいな。そうそうそう、あるよね、はい、そういうの。今絶賛僕マッカーノさんが運んでるゴミ箱見えないですか。ねえ、私蹴れるけど取れない。僕もないです、僕は。私蹴れるけど取れない。蹴れるけど取れない。よし、うん、乗りましょう。はい。オッケー、行くよ。よし。乗ってー。パスパス。はい、パスパス。だいたい3人でやって、うん、このコースで15分。へえ、すごい数字まで出始めてるの怖いな。いや、私全部もう計算してる。これね、柵の外にもあるから。はい、じゃあそっち行こうと。私じゃあ裏行ってきます。そう、手前のやついる。あ、もしかしたらこれまたあれだ。待って、これ整理しないとさ。私この火薬ももともと持ってるやつだから。なんかあれだな、モンローさんを猛烈みたいな感じじゃなくて、結構計算系の人なのね。おう猛烈って何？昭和タイプ。これで大丈夫か？合算されちゃうかもしれない。ボタリーさんはあれだ、頭がいいんだ。そうなんだ。賢い女性なんだ。最初レディ。私ね、効率中。ただの効率中の女神って言われた。効率中なんだ。なるほどね。なるほど。効率中の女神とか二つなんですね。もうこれはこの世界でも。なんか世の中にいい効率中と悪い効率中がいるんだよね。悪い効率中って何？あれ、効率中は本当に、なんでこんなことできないのと高圧的になるわよ。あー、もうなんか性格の悪い効率中。ほとんど取れたかな、こっち側の。もっと効率よくさ。取れました。うん、取れたと思うんだよ。オッケー。お、素晴らしい。穏やかな効率中だ。いや、スパルタよ、スパルタ。あれ、スパルタだった。はい、乗ってちょうだい。これバックしますね。はい、はい。モンローさんはあれでしょう、工場系のゲームやって、あ、こういうライン気持ちいいっていうタイプの人でしょう。いや、私ね、戦略ゲー超下手なのよ。あ、そうなんだ。カム君戻りますよ。はーい。そうなの、ストラテジー系ゲームは、うん、1ミリもわかんない。あ、やばい、私マップ、マップ入れないとマップわかんないんだけど、こっちか、合ってる？多分合ってます。え、本当？うん、合ってる。すごい、変えるルートだった、こっち。こっち行って右だよね。右です。右だよね。あ、カム君についていこう。いやー、バイク欲しいな。カム君、あれは迷子です。あれは完全に迷子です。あ、危ない危ない。方向音痴なんだ。びっくりしたよ。あ、またゴミ湧いてるじゃない。そうなのよ。そう、それを悪用するのがさっきちょっと出てきた猪狩さんっていう人。なんかやばいわ、引いてるわ。フェンスを引いてて。フェンスを引いてる。ガリガリ言ってます。ガリガリ言ってるわ。あ、ここで僕が先に離れたらあれなのか、終わらないのか。終わらない？いや、ちゃんとそのゴミ収集車を入れるときにいれば大丈夫なはずです。一回過去になんかゴミ収集ワイドのときに哀れな緑色の全身緑色のカッパさんが置いてかれて、うん、報酬もらえなかったことありました。そうなの。報酬もらえないなら頑張ってる意味なくなっちゃうもんね。なんかこれ何、この町カッパもいるの？カッパいますよ。もうこの町もうカッパごときじゃ驚かなくなってるよね、正直。まあかなり変ね。いろんなものがいて、首だけの人もいますから。あ、ごめん。おあった、あそこに。でもつまり浜田さんの視点では満タンだけど、我々の視点ではすっからかんってこと。すっからかんということ。そうそう、だからなんか昨日は個人個人で移動して、もうそれ、もうそれ正直正当成功法じゃないよね。多分もうないよね。ないね。行こう。なんかあと鎌田さんが5個入れるまた終わりそうな気がする。ありますよ、まあ、多分ここ。じゃあ待ちましょうか。そっか、でもそっか、成功法じゃないからちょっとあれか。そう、私はちょっとだけ罪悪感があるわ。
ゴミを増やすってね、なかなか変な言語だからな。モタリンさん、やっぱりいい人だ。何誰かの喉から変な声が。誰？あ、ごめんごめんごめん。多分俺だ。本当？じゃあ。僕悪いこと覚えちゃったんだ。悪いこと覚えちゃったわ。そうか、悪いやつだ。あ、でもじゃああと2個お願いして。でもそれが一番良さそうだな。猪狩さんの効率を超えそうな気がする。まあ猪狩さんの方は一応正当性の理由がつきついてる。でも蹴って増やすのはちょっとなんかどういう原理なのか分からないけど。うん、いて。よし。オッケー、終わり。終わり。じゃあ乗って。どうしました、カーロさん。チャックで挟みましたか。すごいよ。なんか。じゃあ、あとは。いろんな音が。あれ、これさ、カム君一緒にゴールしないともらえない？ああ、ま、待ってあげれば大丈夫です、ちゃんと。なるほど。カム、バツザにすればいいのか。ここでも、帰ってこなかったりして、迷子になって。そんな。そこまでバカじゃないでしょ。可能性はなきにしもだけど。いる？ああ、来てる来てる。これ一緒に乗らなくていいの？ああ、まあ、乗ってた方が確実ですね。乗っててほしい。オッケー。じゃあお願いします。来い来い来い、カーボン来い。あー、プラスチックだ。インベントリがいっぱいですってなっちゃった。じゃあプラスチックとアルミニウム、カーボンの予定だったんだね。カーボンの予定です。私これラバーが増えた。いいな、ラバー。プラスチックとアルミニウム100個だね。外れましたね。僕ラバーとプラスチック、分けっこしよう。じゃあみんなでどうやって分けます？うんと、あ、じゃあ僕の使います。4等分、4等分するね。なんぼ4等分ってなんぼなの？これさ、99になってる。あ、私エタノールが 100？ これ。あー、じゃあ僕のこれ使います、車。うんうん、全員あ詰めて、ね、4等分しましょう。上の方僕のものなんで、はい、下の方にお願いします。はい、下の列使っていい？はい、下の列でそこに入れて、みんなで。4等分って何個なの？まあそれも計算するために一回入れちゃいましょう、下に。オッケー、あ、ごめん、もう分けちゃった状態で入れちゃったけど。僕も今分けて入れようかと思って。あ、いや、でも多分全部合計した方が早いから。うん、一回入れちゃ、全部入れちゃった。あ、でも25個ずつにすれば4等分ですよね、入れるときに。うんうん、まあそうだね、25個ずつにすれば100だったらね。うん、25個ずつ入れればいいのか。あ、入れるときにね、すでにね。そう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 。で、取ればそれだけ。オッケー、じゃあプラスチック3人分分けとくので取ってくださいと。はーい、見れますかこれ。いや、僕も、じゃあ僕取りますね、最初に。あ、僕まだ入れてないよ。あー、そっかそっか。そうそう、全員入れてからじゃないと何取ったか取ってないか分かんなくなっちゃうよ。オッケー、じゃあちょっと待つパスよ。だから普通に全部入れて。そうだね、全部入れちゃう。全部入れちゃって、うん、取るときだけ25ずつにするのが一番いいかなよ。あ、オッケーオッケー。じゃあ4等分ってことは同じ素材だったら重ねちゃってもいいかな、4等分のところに。1234、これ、一番下また違うよね、これね。一番下は何だろう、僕これ分かんないですよね。壊れたスマホとかある列は違う、それは。なんかあれ、僕整理したんだけど、これなんか2段になってるのも、これ合ってる？これアルミニウムとプラスチックが100入ってる列。あー、オッケーオッケー。じゃあこの列にそこに1回100どんどん入れちゃう。 あ、どうぞ。じゃあ小野さん、あ、大丈夫ですか。ちょっとその一番下のやつ気になっちゃって。うんうん。あれ、意味なんだろうこれ。ちょっと一番下のやつ戻しますね、上の方に。うん、なんだこれ、いつのやつだこれ。かわいい。絶妙にある。もう本当にかわいい笑い方が、カム君。無邪気だ。じゃあちょっとモンローさん、なんかどんな感じ入ってるか分かんないな、ちょっと。はいはい、下の方にまとまってたんですけど、さっき。下の方、ここね、100のところね。うん、さあ。これをゼロにして、
100、100、100、あと多分このラバーが100増えてるはず。あ、でも重ねちゃわない方が良かったか、25ずつ取るなら。まあでもなんか、まあ、大丈夫でしょ。もうやっぱ計算めんどいんで、全員分下に詰めて、それで割るようにして抜いていきましょう。やっぱり、はい、どうぞ。こういう時は一回やっぱまとめちゃうのが一番なくそう、やっぱり。うん、もう大人に任せます。やばい、ラバーをワイドのように懐にしまってしまったよ大人に全て任せます。じゃあここから割るようにした分だけ、じゃあ僕最初抜いていきますね。はーい。多分アルミとラバーが40個ずつ、あとスクラップも40個。 40? 40? あ、50か、4等分だった、うん、あはは、間違えた計算チョベさん疲れてるね。チョベさんは疲れてると思うよ。もうこう、いや、さすがにメカニック救うために山にこもりすぎたかもしれない。メガイクそんなに今やべんだまあでもそうだよね。3何社あんだっけ。3社って、メカニックの会社、ね、そもそもの。じゃあ順取り終わりました。はい、じゃあ私もらいに行こうかな。うん、いいよ、モルノさん。25ずつにして、アルミニウムが50、はい、アルミニウム、ラバー、スクラップ、ラバーもプラスチックか、50、プラスチックも50、エタノール、メタルスクラップと。はい、オッケー。じゃあ次取ろう。河原さんはあと残ったものを回収すれば終わりって状態になるで、ね、了解です。ね、でも上の宝石はダメですよ。チョビさん、今のもしかして振りですか。振りじゃないです。僕は自分で加工した宝石をストレージに入れるのが楽しみなんだ。そうなんだ。試合に売らないで僕が取っといたんだ宝石を。そうなの？なんで取ったの？そうそう。紙いくつ？コレクション。紙25？紙もあったのか。私紙もらうの忘れた。紙25ね。ああ、うん、そうだね。あ、はいはい、それで計算合うわ。はいはい、ボルさん、じゃあその25分だけ先か取っちゃった方がいいかもしれない。まあでも紙、紙先取っちゃっていい。ああ、じゃあありがとう。紙も出るんだね今。紙も出る。でも紙って何に使うの？紙ずっと溜まってるけど何に使うかわかんないんだよ、ね、なんかダクトテープだった気がする。それ誰が使うの？悪い人たちじゃない。あー、そっか。ダクトテープは最強のガムテープだからな。あー、そうなんだ。なんで僕使うの、うん、海外の兄貴たちはそれを過信しすぎてゾンビゲーでよく出してる。エタノール以外50全部取っていいってこと。そう。で、アコパスさんもそれで封印しときましょう。ダクトテープで魔界に魔界に封印しとくか俺を。それも一強だ。かわいい。うーって何？かわいい。うーいず何？で、これはあれだな。はい。あの、あれか、素材屋に4人で。あ、僕それかも、チョビさんが素材屋さんだから、チョビさんに買い取ってもらうのはあれだよ。買い取りますよ、僕じゃあ。確か、そうだな。カム君、着替えなくていいの？あ、間違った。何売ります？下の方に入れてくれたら計算しますよ。全部か、全部、あ、まあ今回アッコパスさんが特別にじゃあ買い取ってあげます。ちょ、あ、そっち抜けなきゃ、抜けなきゃ。オッケー。僕、やっぱゴーさんみたいにお金もなくて、で、今で言ってね、うん、モンローさんに、はい、モンローさんにお金貯まったら家を買ってもらうつもりなんて。家を買ってもらう？家を買ってもらう、モンローさん。私が買ってあげるってこと？ああちょっとダメだったか、日本語が日本語がおかしかったか。あ、ちょっと買い、まあ、今回買い取ろう。これも正直厳しかった、言ったらみんな多分抜けてない。正直厳しいので、じゃあ、うん、じゃあやっぱりこれ買い取る。これ抜けないで行っても大丈夫でしょ、離れたら。なんかね、うん、なんか抜けなくなるバグなんかあるんで、抜けといた方がいいですよ多分。僕も後で抜けに行きます。
できた。あ、でもそんなに金額にならないか、さすがに。チョビさん抜いといたよ。あー、はい、ありがとうございます。はい、みんな声の範囲戻してね。これとこれで100で。待って、ここに何か落ちてない？これ何？ 20。あれ、なんかあるよ。20で1個1、1かける50。なんだこれ。70。ねえねえ、ここに誰か塩を置いた？塩置いた。何この塩？わからん。みんな手伝ってくれてありがとうね。ありがとう、またやろうね。はいはい、またやろうね。じゃあ振り込みますね。はい。 ID を。 ID6。 6、早い。そういえばアッコパさん、ゴミ収集の時出てきたもんな、そういえば、うん、ねえねえ、塩ってこれどこで買うの？まあそれはあれだな、あの食材屋、食材屋っていうか、あの、飲食店のやつらの必要なもんだね。でも昨日そういえば誰か欲しい人いたよね、なんか 塩どこで取れますかってずっと CX に送って。そうなんだ。え、じゃあこれその人にあげたら、はい、あげたらって言ってもそれ。アッコパさん、お金来ました。アッコパさん、来た来た来た。87万、そんなにいったか。87万か、そんなにいったか。意外とありがてえ。ああ、ラバーが1個50万、あ、1個1万なんで。1万。ああ、そっか。はい、あ、1万に変わったんだ。いや、元から1万です。元から1万だっけ。じゃあ、お疲れ様。はい。門道様、また家の相談お願いします、ね。あ、うん、あ、そうだそうだ、あの。はい。あ、そうだ、モデルルーム。モデルルームはね、7144。ちょっと、ピンを刺してもらいます、この状態で。今？はい。ここ。7144。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、一回素材しまってから行ってきます、僕は。うん、行ってらっしゃい。よいしょ。ではまた。じゃあね。フォローありがとうございます。いっぱいフォローありがとう。坂止めさん、やみさん、ガジュマルさん、大間さん、グレンズさん、グリフさん、マナさん、ありがとうございます。ナムハムさん、ありがとう。ちょっとガソリン入れるの続きやろう。あ、止まりっぱなしになってる、あの車。いや、でももう地図出てないからダメかねえ、ダメかも。どうなんだろう、乗ったらどうにかなるかな。ダメかも。そしたらこれちょっと隣に止めてこよう。ダメだね。ちょっとこれ避けますね。つまり1個出した分赤字になったということか。76.3、 1個やっとこうかな、やっぱりね。ありました、ありました。ちょっとガソリンの仕入れに行ってきます。近っ。いやー、でもそれにしてもね、ストグラを始めてから魂の方が 4.5 キロ増ということで、今日測ったらね 4.5 キロ増でした。 4.5 キロ、女性の 4.5 キロってね、大きいよ。
本当に大きいよ。どうしよう。ガソリンの仕入れが終わったので、ぽっちゃりの方が好き。いやでも本当にぽっちゃりっていうか、今もぽっちゃり超えたって感じ。今までぽっちゃりだったのにぽっちゃりを超えたな。でどうしようと思って、あのね、一時期まあ始めたての頃はさっきの話に出たけど、鉱山あるでしょ。鉱山やってる時に私あの筋トレしてたのよ。鉱山やりながら石洗いながらスクワットとかやってたのよ、衛生街でやる時。それでなんとか保っていたのに、最近は何もやってないから、よし帰ろう。最近何もやってないからだと思うわ。あら9094のガソリンスタンドよろしくお願いします。 OK。 ではカジノ行って、レアンスさんがいる。ね、あれ、山田海輝さんだ。レアンスさん、おはよう。おはようさん。ラバー1万の火薬1万。レアンスさん、おはよう。目がね。山田さん、軽トラが欲しいんですよ。おはよう。はい。何してたんですか今日？鎌田君と一緒にゴミ収集行った。山田海輝さんに。あ、そうなんですか。うん。なんか家が。今帰ってきたところ。いろんなもん買い取ってもらいたいんですけど、誰か探してるんですよね。うん。いろんなものを。あれは？郷さんは？はーい。今日郷さんにいたんですけど、なんかそんなにいらないみたいな、今集めてないみたいな感じで。ああ、そうなんだ。何を売ってるの？なんだっけな。リキッド。あ、リキッドは私全然扱ったことないや。ですよね、うん、意外とむずいんすよね。もうそっかそっか。あ、ちょっと一瞬だけ待ってて。そんな高いんだな。あ、すいません。すいません、はい、ゴリタさん、もしかしてあのスーパーシャウトになってるかもしれない。あ、これめっちゃおげあ、まあ、すいません、まだゴリさんあれだから全然気づかない。オッケーオッケー。あれだから慣れてないから。これで大丈夫でしょうか。多分大丈夫、あの変えてれば大丈夫だと思います。いやすごいすごい遠くんでね、誰か一人だけ声聞こえてたから、はい、誰かなと思ってきた。まあまあスーパーシャウト人なんで知らないです。そうなんだ。ちょっとそう選挙みたいって言われるんですけど、ね、あ、選挙。ゴリタゴリオと申します。ゴリタゴリオさん、はじめまして、ボタリンです。あ、90歳よろしくどうぞ。90歳なの。はい。でもなんか足腰しっかりしてますね。そうなんですよね、いい感じで。聞いてー
らー、おい、ジョージさん、びっくりしたじゃない、びっくりした、行ってきます、いってらっしゃい、ジョージさん、誘拐です、あ、これ誘拐なんですね、はい、あ、ジョージさん、おい、誰か誘拐されてる、ジョージさん、じゃあ通報しますね、カムちゃん、あ、レギオンで、はい、カムちゃん、かつ、カムちゃん、じ、どうですか、コモさん、おはよう、おはよう、あ、これ500万、あー、はい、なるほど、まあ、これでいいならディーラーの方に電話しますけど、あー、なる、まあ、いや、なんか元、そうだよね、これね、多分最低限だよ、これ、素材とかを入れたいから、え、来たよー、オッケー、で、カム君、買い取りもしてほしいわ、オッケーだよー、まあ、900万ぐらいの、私は火事の行こう、4.5 キロ増問題どうしましょうね、あの夢の中で今魂がモンハンナウっていう位置情報ゲーを始めましたので、夢の中でちょっと歩くように努力はしてるんですけど、それをやることによってね、まあ有酸素運動が一番だと思うんだけど、あれかな、フィットボクシング復活したらいいかね、スタンディングデスクか、なるほど、あ、高さ変えられるのは確かにいいかも、でもね、立ってるだけじゃなのよね多分、筋トレをね、またあのなんか石洗いとかをやりながらスクワット、石洗ってる間にね4回ぐらいスクワットできるんですよみたいなのをやるしかないか、足踏みとか、あ、それかさ、なんか自転車漕ぐやつあるよね、自転車漕ぎあるよね、and another contender is trying their luck on the lucky wheel. お金であって、いやー、ドリンクいらないよー、ドリンクいらないよー、お金であって、あーあー、残念、残念、無念、How can I help you? I hate this city. Here you go. 870万も持ってる。銀行行こう。メガタン、フォローありがとう。すごい。もうすぐ3000人もの方がありがとうございます。レイアーラさんって読む？ありがとう、フォローしてくれて。ひどい、言葉がひどい、そんな喧嘩することある。終わりました、何しよっか今日は、ゴミ行くのもあり、ちょっとね整理しよっかな、まず今ゲットしたものをね、この車いいな、見る角度によって色が変わるし、このブルーも素敵、
いいでしょ、いいじゃん。色もね、なんか角度によっていろんな色に見えるようにしてもらったねえ。うん、ゴーゴーください。はい、ゴーゴー。はーい、最悪だ。特殊警視課にタックルされて死にかけた。特殊刑事課って怖いわ。うわ、なんか怖いだよ。まあ、町の平和のためだから。平和のために特殊刑事課体当たりしてんの。ことよね、そういうことか。 Thank you。 はい、ありがとうございました。そう、借金しかあった3500万。うん、ほら、カム君。うん、いいや、インバウンドされたの。どこ決めましたけど。なるほど。あ、ごめんね、大丈夫？おじいちゃま。あ、はい。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい、どこか行きたいところとか。あ、いいんですか？はい、よかったらどうぞお乗りください。あら、すいませんね。なんかもうすぐ乗ります。はい。どこか行きたいところとか。今日はね、でもね、車とかをね、2日目なんですよ。はい、はい、はい。車を買いたい。車をね、買いたいなと思ったんですけど。うんうん。多分まだ普通車ディーラーの方がいないけど、うん、車見ることは多分できると思いますよ。なんかね、車も見てね、もう誰もと見ていなくて。あ、じゃあその何買うかは決めたのね。そうなんです。ああ、なるほど。じゃあ別に車屋さん来ることないのか。そうなんです。それいくらぐらい？お金は大丈夫？お金は今550万ぐらいあるんですけど。え、すごい、お金持ちじゃないですか。なんか出会う人出会う人全員くれるんですよ、お金を。嘘、はい、すごい。え、すごいですね、それ。すごい商売ですね。そうなんですよ、うんうん、2日目なんですけどね。うんうん、2日目で550万持ってるのすごいわ。ボタリンさん、ボタリンさんと呼びしてよろしいですか。はい、ボタリンさんは何をやらかしてるって言ってください。私は不動産やらかしてます。あ、不動産なんですね。そうですよ。あらあら、大変。それはそれですごい仕事。見ます。あ、見ていいですか。ちょっといろんな、ね、職業体験をしたくてですね。あー、でもね、不動産はね、職業体験を募ってなくて。あ、なるほど。そう、理由が不動産って毎日売れないから。あ、なるほど。そう、来ていただいた時に売れるとは限らないっていう。ほう。そしたら私がお気に入りのお家をお見せしますね。はい、あ、いいですか、いいですか。はい、いいですよ。ありがとうございます。ちょっとすごいな。何が。いや、なんかもうどんぐらいなんですか、これ。ここの国に来られて、私が引っ越してきて今日で103日目かな。すげえ。あのね、100日目までは衛星も連続で100日間。え、衛星放送100日連続やりました。だから、やば。あれ、ゴリタさん今魂出てないですか。すごいな。びっくりしちゃって、今知らない人の声が聞こえたと思ってびっくりしちゃいました。すごいなぁ。そうなんですよ、それがやっぱ楽しすぎて。思わず魂がちょっと抜けかけましたわ、今。今本当に一瞬死んじゃったのかなと思って、本当びっくりしちゃった。大丈夫大丈夫、むせないで、死なないで。いや、2日目とはちょっと歴然の差があるからすごいな。でもね、私もその始めた時はまさか100日連続でやるとは思ってなかったんですけど、はい、でもやっぱ楽しすぎて。なるほど。そうで、結局毎日街に来るんだったら衛星も毎日つけようかなって。うわー、すごい。思っただけなんですよね。そのだって街が朝5時までじゃないですか。そうですね。だからそれって仕事で帰ってきてからでも全然間に合うし。確かに。そう、ちょっと顔出そうが可能じゃないですか。そう、僕も今日は8時には寝なきゃいけないんでね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。でもちょっと顔出そうができるからさ、いいよね。あれ、めっちゃ、はい、うお、どうぞ降りてください。これはあなたの家ではないですよね。私の家にしたいと思っているところですね。
だろう、家にしたいと思っている。はい、そうなんですよ。5億以上ですね、ここは。どうぞ。すごい。こちら右側がこれ、はい、何の部屋かわからん、ここは。こっちはダイニングなるほど。でここが私の一番のお気に入りのアイランドキッチンですね。わあすごい。ここでね YouTube 撮るのが夢なんです。いやーき、すごい。ここで料理 YouTuber になるのが夢なんです。あ、もうなってくださいよ。すごい、ね、この景色が良くないですか、本当に。いやすごいな。そう、それでねちょっとここ歪んじゃってるんですけど、はい、ソファーが歪んでますが、そこテレビの下に暖炉もあって、うわーわー本当だ。でね ここもその上からぶら下がってる白い球体のやつ、あれもね暖炉なの。上からぶら下がってる、そのこのソファーのところにぶら下がってる赤いの、赤いのじゃない、白いのあるじゃないですか。ああこれも暖炉なんですね。そうなの。でねちょっと下も来て。あ、大丈夫、お電話どうぞ。ああ、ちょっと電話が、どうぞ。ちょっと出ますね。はい、もしもし。出てからの時間。あ、もしもし。もしもし、はい。今、ボタリンさんから豪邸紹介してもらったんですけど、それ終わったら大丈夫ですよ。はい。あ、ボタリンさんにじゃあ連れてってもらいます。じゃあ、行きますね。はーい。どこに？レギオンに来てほしいって。誰から？上田さんですね。あ、上田さん、はいはい。上田さんお友達なんだ。今日なんかいろいろ連れてってもらいました。うんうん、上田さん、庄司さん。あ、そうそう、庄司さんね。ここベッドルームです。あら、でこの左側がウォークインクロゼット。すごい。さあ、でこれはバスタブ。あー、これはすごいですね。そしてね、ここからお外に出れます。こっから出れるんですね。そう、プール。あー、おじいちゃん大丈夫？おじいちゃん、どうしよう。泳いで泳いで泳いで、ここから上がってきて、ここから。あー、そこから上がる場所ここなんですね。ちょっと、あー、よかったわ。びっくりしたわ。いや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 、びっくりした。すいません。あとここね、ジャグジーがあって。なるほど。でここ大丈夫？おじいちゃん大丈夫？大丈夫。ここでねバーベキューできるのよ。あら、すごい。いいでしょう、ここ本当にバーベキューすごい。素敵だよ、素敵でしょ。すごい、本当に。帰ろ、帰ろ。じゃあ帰ろって。じゃあ帰ろって。いやでもこれいいのよ、見て。ほら、右側が都会でね、左側が山なんですよ。ここがこの国なんですね。そう、素敵でしょ。なるほど、素晴らしい、いい街だ。本当に素晴らしい街なの。いつか俺も5億、うん、5億で買いますわ。買ってね、待ってますよ。その時はご相談しますね。待ってますね。ありがとうございます。すごいな、ボタリンさん。ボタリンさんはじゃあこれ5億で今どんぐらい持ってるんですか？今4億2000ぐらい。え、もうちょっとなんですよね。すごい。で、今魂出てない？4億すごいですね。そう、私も4億いってびっくりしちゃった。コツコツ貯めたり。あて、そうですね。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。いや、なんかね、まあそうですね。でも車も5台とか6台とか買ってるし、バイクも買ってるし、なんかすごく節約してるわけじゃないんだけど、もう溜まってきましたね。ああ、なるほど。じゃあやっぱ生活して、はい、仕事してってなるとやっぱ溜まるんだ。そうですね。なるほど。あとはもう鉱山とかのバイトしたりとか。ああ、なるほど。うん。そういうのでも稼
稼げると。そうですね、いろんなバイトがあるからバイトで稼いで。これはだからあれですね、今、うん、今は山の方というか、あ、山の方だったんですね。あ、そうですね、ちょっと北の、あの町よりは北よりに行きました。100日もやって、うん、あれですよね、なんか住人さんも多くなって。そうなんですよ、ここ最近増えましたね。大、うん、最近増えたんです。なるほど、そうなんですよ。私も本当に最近なんでね。そうですよね、何もかも分からず。ゴリダさんはなんであのロスサントスに来たんですか、引っ越してきた。いやーゴリダさん大丈夫？大丈夫ですよ、私は全然問題なしです。あー、よかった。そうそう、なんで引っ越してきたのかなって。私はあれですね、あの気づいたら病院にいました。あー、なるほど、危ない。うん、本当になるほど危ない。そういう感じで、そういう感じね。あの、もうそれ以上もそれ以下もなく気づいたら病院にいたんでね。ちょっと90歳でね、うんうん、徘徊してきちゃったんだ。そう、徘徊しようと思ってね、まあ余生も少ないんで、うんうん、頑張ろうっていう感じです。ありがとうございます。どういたしまして。あ、よかった、連絡先を。ああ、交換しましょう。ぜひぜひ。ちょっとあの、届いた？届きました。ちょっと待ってくださいね。これで、うん、はい、はい、どうでしょう。ありがとうございます。 ありがとうございます。じゃあちょっと上田さんに連絡をします。うん、楽しく。またまた ありがとうございますね、本当に。はい、こちらこそありがとうございました。またまたよろしくお願いします、うん、ね、食べ物っていっぱいある？なんかね、あんまり食べないでね倒れちゃう新規住民さん多いのよ。で、ちょっと私食べ物いっぱいあるからもらってくれますか？ありがとうございます、助かります。声が素敵な方だ。ね、じゃあね、パイとこれにしよう。はい、じゃ あいいですか？お、いいですか、お渡ししますね。ありがとうございます。あ、すごい。はい、あ、ありがとうございます。待って、10個いった？あ、10個いきました。あとは日本酒です。ありがとうございます。はい、日本酒を楽しんでください。そうでね、食べるの本当に忘れがちだから気をつけてこまめに食べてね。ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。はい、こちらこそまたドライブデートしましょうね。ぜひお願いします。はい、ありがとう。はい、またね。上田さんに連絡だ。え、上田さんそこにいたよ。あ、上田さん、上田さんそこでバイク乗ってる。あ、上田さん、こんにちは。あら、はじめまして。こんな洋服あるんだ。はじめまして、ボタリンです、よろしくね。通じてる、よかった。またね。名前知りたいわ。名前は頑張ってもジェスチャーじゃ伝わんないわね。どうなったんですか？じゃあ、そう、今ね、おはよう。いや、今ね、名前を聞いてるところ。でもどうやって伝えてくれるのかなと思ってちょっと楽しみにしてるところ。確かに、そっと喋るんじゃない？文字で会話とか。文字で会話、あ、なるほどね。わかんないけど、どうも、連絡先交換しましょう。あ、連絡先交換で名前がわかるんじゃない？あ、逃げた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 わ。思いを告げる何度か、なんだなんだ、君が望む未来すでにいや半始まりはいつもと突然運命を告げ
探り探り。了解、俺三条。すごい。みんな声主張入ったみたい。対抗してスーパーシャウトにしてやろうかな。ありがとう。あ、ゴーさんおはよう。おざすおざす。おはようございます。あ、そうだ、私も整理しようとしてたんだ。あれだよ、ゴリダさん、猫カフェ入ったから行きたいんだけど、ちょっと怪我しちゃって行けないんだよね。あ、キャップにお願いしちゃったので、キャップ、ラジオ聞いてるような声質？あの、ゴリタさん？間違えた。どうしたの？ちょっと待ってて。食べ物だらけ、食べ物が多いんだよね。あ、これ捨てなくちゃ。クリプトスティックか。私もコウさん行くかな。あ、おいボタリン、お前いつまで待たせんな、早く出ろよ。はい。おいボタリン、お前いつまで待たせんな。もしもし。もしもし、チョビさん。モンローさん。はい。家なんですけども、うんうん、自分的に1200枚の地下倉庫いいなって思いまして。はいはい、あの紫緑っぽい床の。はい、ここ紫緑かな、まあ。なんか石っぽい。はいはい、ああ、そうですそうです、1200万円のやつです。ストア1ってやつかな。あ、はい、ストア1位です、うん、はいはい、うん、これいいなと思いまして。で、なんかレギチカの、うん、レギチカだとおいくらくらいですか、これ。ちょっと待ってね、レギ、おっと、レギチカ1200は1560かな。うん、了解っす。1560万です。はい、なんかいい場所あったら教えていただけませんか。場所ね、うんと、はい、ここがいいよって言ってくれたらそこに作るよって感じなのよね。あ、そうなんですか、うん、だからなんか候補になりそうなところを探してもらうか、まあ私がもちろん探してもいいんだけど、うん、あのドアの前に立った時に、はい、あのベルを鳴らすみたいなのが出なければ、はいはい、あの誰も住んでないっていうこと。ああ、わかりました。うん、だからちょっと私も今見てみるね。はい。はい、じゃあちょっとレギオン行きますね、うん、今から。オッケー、待ってます。じゃあねー。はい。はーい。レギオンから近くで、もうちょっとどうしようかな。これ昨日買ったばっかりのバイクで行こう。はいはい。やば強かったっす、あいつ。壊れたっす。あ、ほら、いた。え、あいつだ。どこ？あいつ、あいつ、あいつ、病院送りにしてた。ほら、あいつ。めっちゃゆっくり歩いてくるじゃん。あいつだ、あいつ、今、あいつ、多分強いやつっすよ。え、何、襲われたってどういうこと？いや、僕、病院送りにされましたもん。待って、私と同じ歩き方してるじゃん、だって。え？私と同じ歩き方。本当に、怖い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 。いや、もうやられてるから。あれ、またやってる。絶対強いやつだからな。ちょっと探しましょう。あ、ちょっと待って、仕事の電話。モモタロスどこ？お、これか。
ではお願いします。ちょっとはい、モンローさん声が聞こえないです。モンローさん、モンローさんが微動だにしない、ドアベルを鳴らして出てくれるなり、こんな感じで。ただいま。いたたた。しょびさん、ごめんね。いえいえ。ちょっと気絶してた。そう、ゴーさん家がここなんだよね。ゴーさん家いいっすよね、この立地。この立地いいよね。さすがにここは、ここはもう完全に飲食店ですかね、この横は。そうだね。この辺とかはどうですか。これはどうなんだろうか。ここでもいいのかな。なんかいいよね。ドアがどうにあるか。こういうシャッターだと、あ、はい。こういうシャッターだと、あ、でも高いんだよね、シャッターの方はね。あ、そうですよね。5000万のやつなんですよね。なんかいい感じのお店っぽくない。ドアが、ね、ああこれは、ここは、あ、これもそうですか。なんかこの扉、ほら扉だよね。扉、あ、扉っすね。ちょっとレギオンから離れるけど、そうっすね。まあ一番近いところはゴーさんなんで、ここでもいいかな。ちょっと反対側見てみる。そうですね、一応反対側を 見ましょう。この辺はなんかイケイケ系な、そう、イケイケ系なちょっとお店って感じだもんね。地下倉庫に合わないですね、ちょっと。多分できてあったらあそこですね、やっぱりかな。これホテルって書いてあるしね。うんですね。うん、ちょっとあっち側にしてみましょう。はい、どこだっけ、これだ、これ、この隣も扉になってる？この隣はなんか扉ではなさそうに見えますけど。扉ではないね。ちょっと。これは扉ですね。こっちは確実に扉だもんね。じゃあここに、え、立てちゃいますか？もう。はい、立てちゃいます。わかりました。じゃあちょっと一瞬声が聞こえなくなりますので。はい。あ、離れた方がいいですか、僕。うんうん。あと、いずれ駐車場を作りたいとかあります？駐車場はまあレギオンがあるから大丈夫だよね。大丈夫です。はい、じゃあここに立てるだけ立てちゃいます。はい、1560万。なんでだ？
なんかいい位置に行かないぞ。なんでこんなところについちゃうの？いい位置につかないぞ。あ、間違って犬呼んじゃった。ちょっと待ってね。はい。やばい、犬がいる。モンローさんの犬のお名前は？この子はココちゃん。ココちゃん。前になんかココナちゃんにも犬見せてもらったけど、うんうん、なんかココナちゃんの場合は犬が死んで出てきてなんか悲しそうでした。とてもそうなのよね、世界の歪みで歪みでなんか前に突っ伏してたんで元気そうで何よりです。うちの子はね、うん、ねえこれなんかいい位置に、はい、つかない。なんだこれ。あ、そうなんですか。ちょっと待ってね、場所を変えた方がいいですか。なんかちょっとずれちゃう感じですか。なんかちょっとずれる。なんでだ。こっちでもワンチャンあるか。そっちでも大丈夫だと思うけど、はい、なんかここすごいずれちゃう。ちょっと一回隣こっちでやってみてね。こっちでもいいです。ああこの店っぽいのでもいいですよ。ああこの店っぽいのは確かにありだね、はい、地下倉庫っぽい。ドアどれだ。ドアこれじゃないですか。このあこのオレンジのやつ。ああオレンジのやつなんて、その今ちょうどモンローさんが立ったこの真ん中かな。これさドアの手っぽくない、この一番右。違うかな。ああそっか、右の方もドアっぽいですね。確かにここにしてみよう。はい、あでも結局近くにないと不便なんで、やっぱりなんかすっごい内側につく。これあんまり関係ないのかな。この建物沿いがあまり良くないのかもしれないですね。じゃあなんかね、ここにピンを立てたいよっていう場所、うん、に置くとめっちゃくちゃ手前につく。奥が開いちゃって家に入れなくなりそう。あ危ない。ここでちょっとやってみるね。はい、あ、いけた。あいけたかも。消えないね、大丈夫だね。よし、ちょっと見てください。はい、 H の筋肉で入れます。はい、あれうちの子2人目が来ちゃったわ。ねえ2匹いるよね。2匹になってしまえないんだけど、どうしたら。しまう前に入っちゃったココちゃんの方が。ああ、そうかも。しまう前に入ったからか。大丈夫でした。
あ、はい、大丈夫でした。そしたらドアの前で G の筋肉で購入ができます。1560万になってますかね、金額合ってますかね。はい、合ってます。はい、じゃあお願いします。ペアントの照明、おお、買いました。はい、で中に入って G の筋肉でハウジングできるので、はい、わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。ではまた。ではまた。あれ、私のバイクどこ？あれじゃないですか、あっちの方にある。どこだ、ある。ねえ、このさ、しまえなくなっちゃったワンちゃんどうしよう、はい、しまえなくなっちゃったもうどうしようもないんじゃないかこれ。なんかこうやって死んじゃったりとかしたら超悲しい悲しいですね。まあまあまあ、うん、番犬にしときます今。ごめんね、よろしく。はい、なんかスタッシュとかの制限ってありましたね、確か。ちょっとね、ハウジング詳しくないんだよね、私。スタッシュ2個までみたいな。ああ、そういうの多分あると思う。うんうん。はい、まあでもその他は多分大丈夫ですよね、じゃあ。うん。と思います。分かんなかったら、はい。郷さんに聞いてみた方がいいかも。ああ、分かりました、うん。ごめん。ありがとう。はい、またね。皆様みたい、皆様大変なことが。清田さんこんにちは。ごめん、私仕事になってしまった、仕事の時間、仕事になってしまったっていうか仕事の時間が早まってしまった、夢の中で。では皆さんすいません、すみません、ちょっと仕事に、夢の中で仕事に行ってきます。お疲れ様でした、ごめんね、ちょっとしかできなかったけど、行ってきます、またねー。